初回限定版をお買い上げいただいた皆さん、こんにちは。こんにちは。なあなあ、これと初回限定版って通常版と何が違うんだ？限定版のディスクは特別にエクスピアでできてるんだよ。え、マジで？だからいざという時には武器にもなります。ディスクは大事に扱ってくれよな。くぅ、俺って結構かっこいいよな。お、古賀破産、しびれる。ねえロイド。お、明日世界史のテストなんだけど忘れてないよね？どうして思い出させるんだよ。忘れたままにしといてくれればよかったのにさ。そんなこともあるかと思って先生を呼んであるの。そろそろ来てくれるはずなんだけど。遅れたな、すまない。クラトス・アウリオン、なんでこいつなんだよ。リフィル先生は？クラトスさんは傭兵として世界各地を巡っているから、いろんなことに詳しいんだよ。決して間違っても、一巻でセリフが9文字しかなかったから、なんとか出番を作ろうという涙ぐましい努力ってわけじゃないんだよ。めちゃくちゃ涙ぐましいよ。死後は慎め。それでは授業を始める。今から4000年前、世界は大きな戦争の果てに滅亡の危機に瀕していた。この戦争を引き起こしたのがディザイアンだ。ディザイアンはハーフエルフ、すなわち人間とエルフの間に生まれた者たちによって構成された軍団だった。余談になるが、そうした歴史があるがゆえに現在ハーフエルフは世界中で迫害されている。さて、この戦争を終結に導いたのが勇者ミトスだ。ミトスは聖地カーラーンで女神マーテルと契約を結び、命と引き換えにディザイアンたちを封印した。ほんほん、ここは試験に出そうだな。世界を救った勇者ミトス、そして女神マーテルを祀っているのがマーテル教だ。マーテル教には一つの言い伝えが残されている。女神の力が弱まり世界が滅びに向かい始めた時、再生の巫女が生まれる。私のことだね。巫女には試練が下される。救いの塔を守る世界各地の封印を解いて回り、自らの価値を証明しなくてはならないのだ。これが成し遂げられた時、救いの塔は解放され、世界は再び救済される。世界史の講義はここまでだ。次は魔法の実践講義と行こう。あ、ロイド、起きて起きて。ん、聞いてた聞いてたよ俺。それでは本当に私の話を聞いていたかどうかテストするぞ。1、ミトスがマーテルと契約を結んだ場所は。2、ミトスとマーテルを祀る宗教の名前は。3、第1巻で私が喋った9文字のセリフを正確に再現すると。はい、というわけで正解が分かった人はこちらまで。抽選で豪華粗品がジャッジメント。しっかり復習しておくように。では2巻本編で会おう。